なつめぴーさんこんばんはお久しぶりですらママさんもこんばんは こんばんは。たこんばんばああ、お久しぶりです、皆さん。今日の猫配信はなんと食べ放題配信パチ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 ということで、エピは今日は好きなものを何でも食べていい日。まずこれ、前菜。ベーコン、ポテト、ピエ。で、これ、大好きなみたらし団子。で、これ、わらび餅。これもね、 どっちも食べたかったんだ。見てこれだ。でもさ、ちょっと冷静になって考えたら、これ二百円じゃん。これも約二百円じゃん。四百円じゃん。これで百八十二百円じゃん <laughs> こんだけしか買ってないのに、や,やっぱもう六百円も使っちゃったのってすごいなんか冷静になって考えてる。あったかいちに食べよチーズだ。いただき。モブラーさんチーズチーズこんばんは。久しぶりなの。先週やらなかった。先々週前先々週はね。 あの長崎行ってたからあの、ね、長崎のお土産を食べる配信は長崎のお土産を食べちゃったのでやりません <laughs> おやつがてんこ盛りそう「今夜今夜こんじゃうぴこんでりイェーイじゃんじゃ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 んんうんじゃんじゃん 食べ放題はやっぱり普通上やんそんなことないうんうんうんうまーいベーコンポテトピエ最強なんでわかったまたあんま書いてないのにどういうことどういうことまだどういうこと何がわかったんだろうこれから酒飲むいや、いやピーと一緒じゃんほら イエーカンカンカッパーイケピーあコンれ <laughs> メントする前前に名前呼ばれて嘘嘘だ コメント見てから読んだけど、どういうこと何未来見えてたのかなあのね、中身が熱すぎてさ、<laughs> 中身が熱すぎて、全然、進まん、食が。やばくない絶対ね、絶対ここ暑いから、ほら押し。押してる、押してる。今日二つ目。マジ やばいな、あんマックドンのパイないの。ベーコンポテトピエめっちゃうまいのに。パイやよ。ピエだよ。これピエって書いて。ベピエまだ買ってない。早くしないとなくなっちゃうよ。うーん、うまいこれを食べるためだけに、人生生生きてる。あと、来週の、 チキンタツタ来週チキンタツタ始まりよコナンくんのちょっと楽しみえー、ベーコンポテトピエないのとか寂しいじゃんなんかさ これ昔レギュラーであったよね。いつも買ってたもん。トクさんチスチスです。こんばんは。こんばんは。先にいただいてます。トクさんお疲れ様です。本日二個目のピエ。明日も食べたいな。 朝マックピエにしようかなあふそうめっちゃうまいよベーコンポテトピエ明日買って買って三つは買ってあきぴさんこんばんはチスチスすいませんいただいても先にいただいてますチス、うんま、なんかジャックトレールが 俺たちそこで何をしてるの？何もしてないの？何してたの？ ったごちそうさまでしたまずこれ1品目みたらしは黒蜜しか買ったんまあまあ黒蜜も美味しいよね黒蜜もということでうわ松平さんピーチーズ久しぶりお久しぶりです元気してたちゃんとあのー、味噌買ったあのー、なんだっけ麹美人だっけ やって見てたら、私もなんかおやつ探していこう。今、女子ーだから、暴食ないよね。女子ーの日は我慢しなくていい。ということで、じゃーん。タパラガニ食べるタパラガニチュール。ああ猫たちにはタパラガニチュールのおやつです。食べる人あ、じゃあ食べる猫。マグロタパラガニ。おいしい

おいしいね。あじゃあ、ほんまやされるわ、君。な酔っ払った何欲しいのもっと褒めたらいいもん当たるかもよ。何うんと、ヤピのボイス。ほむらさん。えっと、なんだっけ。なんだっけ、あのあ、聞いたんだけどな、忘れてたら。<laughs> ほむらさん宛てのボイスをね。美味しいかね、ほら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 。美味しいかね、美味しいかね、美味しいね。 言葉のチョイスが天才的やな我が輩わ我,我のさいちょっと待って目悪すぎて最善はいつも君やなヤピの最善はいつもリリアがほら <laughs> おいしいね いやかわいすぎる言うと思ったあっピチスチスうさぎは友達餌じゃない <laughs> それなんだっけなんだっけあのー、さキャプツバのやつなんだけど他にも何か使ってたな,なんだっけ 何の映画だっけライオンキング的な映画でさ、バラバラ友達、餌じゃないって言わされてた。右はい、ウサギは、ユキ言って、ウサギは友達、餌じゃない。はい、言って。せーの。ウサギは友達、餌じゃない。おいしいねー。おいしいね。タートルトーク、あ、それだ。それだ。よく知ってんね。タートルトークでさ、 YouTube で見たなんで何言魚は友達。餌じゃないって言わされてたんだっけ。ジャックの方が上品そうに決まってんじゃん。はいはい、おいしい。もう空っぽや。じゃもうないもうない。はいご、ごちそうさまでしたー。ごちそうさまでした。マイピーそうだった。それ以上忘れてた <laughs>。うさぎは友達。 えう,じゃないうさぎの肉はねさすがにねあのねこれ知らない人にも「あくまもこんばんは」あのニモじゃないのニ,ニモかニモのタートルトークのやつかタートルトークはニモのやつかあのねなんか高級の猫缶があってあのチキンとかサーモンとかいつものラインナップがあったわけよそしたらそのラインナップの中に「うさぎ」ってあって「うさぎ肉」って。 たぶんやっぱりまあ配信とかしてなくてモンブランさんとかマイ,マイピのこと知らなかったらうさぎ肉を迷わず買ってたと思うなんだこれ初めて見るってカンガルーとかもさ初めて見るから買ったしあのー、みんなとみんなに知り合いみんなが知り合いじゃなかったらうさぎ肉を迷わず買ってあげてただけどそのうさぎを飼ってる人が ウサギかわいいって写真も見せてくれててその上でやっぱりウサギ肉の猫缶を買うなんてできなかったウサギ肉はダメだろうって思って買えなかったおいしかったのかなおい <laughs> しかったのかなウサギ肉。 ということでこだわり醤油のみたらしジャンゴいただきますこれは紙まで買ってきましたはーいじゃゃーんいやーみたらしあんがすごーいなんかほとんどさここの上に引っかかってそう嫌なんだけどトマトの袋でさ気に入ったこれ美味しかった いただきますちょっとさあこういう感じねじゃん。じゃん。あやべえもっとつけたかっただけなのにじゃんいただきますうんうんうん うんうんうんあのねかいと思ったんだけどめっちゃうまいそううまいこれ普通にタレが甘くてうまいこだわりじょうのみたらし団子ファミマで200円で売ってまちょっと高いけどねおいしいわおすすめです 昨日食べたうまいこれはおすすめスーパーで買ったみたらし団子食べようえ待ってみんな今日みたらし団子の日なのみんなみたらし団子ももしかして持ってきたそうたれがね甘いわうまくておいしいこれはリピートですリピートありファミマ買ってきて配信者が食べたら話せなくなるやつそうくちゃくちゃ言っちゃうからね くくちゃくちゃゃ言っちゃうからあんまりねあのやっぱりさんあんまり口の中に物入ってる状態でしゃべりたくないのよ汚いからあっ分かるなんかさこないださお食事の場があったの会社の人たちとでお食事しながら喋っちゃって喋っててみんなえなんでってごはん食べ終わってから話そうよーって感じだったということで次これも食べますなんだあやべ 沖縄黒糖の黒蜜ソース入りわらび餅これもファミマですこれ200円ぐらいでするいやちょっと高いファミマってさファミマってコンビニなんか高い感じはするけどエピは美味しいものなら高くてもいいと思ってるいやーこういうの大好きじゃ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 んはいみんなあーんー もうさ、みんなにどの程度さ黒蜜入ってるのか見せてあげたかったんだけどさ結構入ってた結構入ってたんだけど半分にしたらめっちゃこぼれたああどうしようこれああ怒られる <laughs> ちょっと待って <laughs> どうにかしてティッシュで取れんかな これこぼしたら気づかんのちゃうこぼしたっていうかこうやってこうやってやったらもう分からんじゃん、うん、よしよしジャックとリリが作らなかったら大丈夫これこぼしたこと気づかねんパッパッてするかちょっとだけちょっとだけこうやってこうやってしたらもう分からんどこにあるかよしあのねおすすめおすすめでおすすめこの。 ファミマのこだわり醤油のみたらし団子これめちゃうまい今食べてるめっちゃうまいあとねこっちこっちこっちのねはいはいあちょっとくっつけちゃった <laughs> ファミマのねわらびもち黒糖蜜ソース入りわらびもちこれおすすめでこれ,これも買ってね買ってねこっちね待ってこの もうねやっぱり食べたよさっきあのどうしてもお腹空すいちゃってさコロチキボを食べちゃったあとベーコンポテトパイをさっき今さっき食べたところ美味しかったですありがとうございましたお先にいただきましたいただきましたベーコンポテトパイを2つ食べました美味しかったですうん したなんか喋らせろなんかさキラコキラコを食べながらそういえばさみたいな感じで話にしようとしたそしたら手しちゃってさそう手しちゃってキラコがうっ、ん、て <laughs> でも昨日あんまり蒸せるとあんまり蒸せるっていうかあんまりそのおなっちゃっときなコせっかく この黒蜜のこれ1個食べたのに全部出てきちゃうから出てきちゃうからあのこらえてこれは食べたこれをごっくんしてから咳したそうごっくんちゃんとしてから <laughs> 咳をいそうだよね出ちゃうからね <laughs> めっちゃびっくりしたあ<ー> <laughs> あきなこきなこ恐ろしいな よかった餅つまらせたわけじゃなくてもし餅つまらせてたら何とかしてそのリリカレに連絡して「あやちゃんが大変です」ってお願い「餅多分つまらせてます」って言ってそう「定置ってきちゃったっ <laughs> て飲み物あるよい大丈夫飲み物飲んだほらこれかっこファミマじゃないですえっこれファミマで買ったんだっけ ローソンだっけ、これはローソンで買ったんだ、ルイボスティー <coughs>。マジきなこ危険だよ。みんな気をつけてね、食べる時、お餅も。お餅も,も、十九歳女子高生、大丈夫だと思うけど。お餅ときなこ、マジ気をつけて。仮 <coughs> のかぶせのハート。<laughs> 大丈夫なの。また病院行かなきゃじゃん。あ <coughs>、もうきなこ怖いから、こっち食べるわ。 これがうまいんだやるねこれやるね儀式うーんじゃんこの…この…これがいいんだ <laughs> こわっう <laughs> <laughs> <あ>ーんうーんうん ん <laughs> あお餅で <coughs> お餅できなこをそののどについとったきなこをお餅でこうやってギュッってまとめて胃に送り込んでもらった。<coughs> は なんかさ <coughs> 今日さお食事でさちょっとドキドキしながら見てるどういうことまずやっさすがにね <coughs> そんなそんなアホじゃないが大丈夫そんなアホじゃないが大丈夫でんか今日休憩中に職場のお母さんたちが「<coughs> なんか今日の給食はカレーだ」とか。 今日はお家でカレーにするって言ってて言たのなんか金曜日ってカレー食べたくなるんだよねって話してて「えそれ海軍じゃん」って海軍の人たちは金曜日は絶対カレーらしいから「<coughs> それ海軍じゃん」とか言って「海兵さんじゃん」って話してたのそしたらカレー食べたくなってきちゃって「でもさすがに今日カレーか」って「今日はベーコンポテトパイ3つって決めてるからな」って <coughs> と思って。 今日あのお、ー、お昼時間お昼時時間間、ね、でなんかカレー食べてる人何人かいて「えなんで?」って「今日カレーの日なの?」って思って「<laughs> でもカレーか」ってえ「今日ベーコンポテトパイ3つの日だからな」って「待って <laughs> 今日カレーだったのやばん <laughs> 海兵じゃん海兵海上自衛隊の人たちじゃん。 そうまあ、続きがあるんだよ。そのカレー、そっかって、今日カレー、でもカレーわけは今日さすがにやめようって。ベーコンポテトパイ2つ食べる予定だしでて3つ目、3つ目はリリカレーにあげるの。<laughs> って思って帰ってきて、帰ってきて机の上見たら、あの、何どこだっけ、えっと、横須賀海軍カレーが置いてあった、机の上に。そう。<laughs> リリカレーが 今日リリカでアマゾンフレッシュで,でそのお家のストックするお米とかなんだろうご飯とかパスタとかそういうの買ってくれてたの <laughs> そしたらそのなんかレトルトのパスタのソースとかと合わせて牛丼のレトルトとかその中に横須賀海軍カレーがあってそれが置いてあって「<laughs> えー、ここでもカレーなの?」って何か今日一日ずーっとカレーの日だったヤピ。やっぱり <laughs> はあ、えモンブランさんとトラママさんカレーだったの。やば。今日何やっぱカレーの日なの今日って。<laughs> カレー弁当買おうとしてた。でも炊き込みご飯あるの思い出してやめた。あ炊き込みご飯美味しいよね。炊き込みご飯のもとならある今。<laughs> え待って。あ カレーとハンバーグでハンバーグにしたんだね危なかったね乗 <laughs> せられるとこだね乗せられるコウムのタ,カスタコスミートうまかったゲップでタコスミートって何ゲ <laughs> ップでデザートはデザートなんでしょうか今日の今日の勉強デザート勉強菓子なんだっけ <laughs> なんかずっと喉がおかしいんだけど <laughs> くっそきなこめ何タコスミートってこれもカレーカレーじゃないかこれなんだえ美、ー、味しそう買ってみようフォームーマフォームーマ あこっちかトルティーヤの方あっ違うなトルティーヤの方えー、タコス好き今日は旦那ママの病院の付き添いだったから帰るの遅くなるかなと思って朝7時からカレー作ったらカレー一番乗りじゃん絶対それ一番乗りカレーじゃん <laughs> じゃあお家の中ずーっとカレーの匂いでお腹空すいちゃいそう。 みんなカレーなのやっぱりもうカレーにすればよかったベーコンポテトパイ2個とお餅いっぱいとあとコロチキーボー食べちゃったよトルティーヤのタコスミートわあ今度買ってみようこれ <laughs> うまそうえそういうの好きなんだよねあそういうこと <laughs> 待って全然そういう方があの穂村さんの推しがタコスさんタコスさんっていうのかな カエルさんってやっぱカエルさんで認識してたけどあのタコスって名前だったわそういえばそういうことだから反応してたんだめちゃめちゃ美味しいかめちゃくちゃまずいのに食べてんのみたいなのりのあれかと思ったなるほどね あーなんかちょっと怖いけどきなこいただくかみんな気をつけてねきなこを吸うとよくないわかるか <laughs> きなこを吸うとよくないのでこれは一口でいただくいただかないといけない吸っちゃうとねあの喉痛くなっちゃうからこれは一口で食べるね一口で。 うん。うん、そ <coughs> う <coughs>、今ね、怖すぎて。<coughs> 怖すぎてわらび餅食べる時マジで喋らんかった。もう吸うことをやめた。はく,くし吐きながら息を吐きながら食べたもん。今、<coughs> くそ、なんか怖おかしいし <coughs>。デザートはパルム杏仁ミルクストロベリーなんだそりゃ。パルムアンニンミルクうちアンニンプリンあるわ。リーカレントだけど。<coughs> 信玄餅で十分やらか信玄餅さ、うまいよね。食べたくなってきたさ。信玄餅、通販。餅、通販 <coughs>。通販できるんか、これ。できるんだけど。<coughs> 知ってる信玄餅って地味に高いんだよ。20個入り欲しい。 ちなみに楽天で買った方が安くない <coughs> 12個入り <coughs>。プレミアム信玄餅アイスあなんか信玄餅アイスあったな。<coughs> ねピカソ気をつけて。<laughs> はい、食べるか話すかにするわ。<coughs> なんか喉痛いくそ何もしかしてきな粉を吸い込んじまったきな粉を吸い込んじまったか <coughs> くそ喉がずっと変な感じがいがするなんかまだきな粉が残ってるくそーきな粉目むかつくからねやっぱりこうやってきな粉大量に大量につけて食べてやる えみんなこうやって食べるよねきなこ大量につけてこういう食べ方するよねこれっていただきます <laughs> ちょっと待ってうんうん いただきますって言ってさめちゃくちゃゆっくり口の中に入れた怖すぎて <laughs> それ気になっとるやつ感想よろしくですえ花エコピは割とアヤファムの最先端いってるからアヤファムスイーツ最先端花エコピだからこっから情報が発信されていく <laughs> 年取ってからのきな粉マジでいややばかった今さっきささっきもマジでやばかったからね <coughs> あのさかつしと同じぐらいやばかった <coughs> でって吸った時ああってあこいつはやべえって多分ね薬麻薬とか吸えないんだろうなって分かった自分が自分はお薬は多分できません 信玄 <laughs> 町は包んであるビニールにきな粉と黒蜜をあけて混ぜて食べるよねそれね前教えてもらってやったけどさなんかあんまり分からんかったこうやって食べるのかって食べて結局ねなんか箱の中で混ぜて食べた <laughs> クソって言った覚えないのに最近コメントに載るんよね不思議ないそれ <laughs> あれじゃん あのー、外国人の嫉妬じゃん嫉妬しっとんかしっ <coughs> <coughs> なんっだろうね赤白されてる赤白されて誰かがクソって言ってんうんちじゃん <coughs> それよくもさなんか,もさ <coughs> なんか言ってる言,言いたくないんだけどさよくうんちって言っちゃうなんでやろうか <coughs> そいつ一緒もしかして あよしえみたらし団子超好きなんだけどああこれね思ったよりに、ね、お餅がめちゃめちゃ柔らかくて美味しいよなんか喉まだイガイガするお餅で流すしかね <laughs> お餅に飲み込んだらさ噛まずにさ どうもお餅を噛まずに飲み込んだらなんか喉にへばりついてるきな粉も落ちるんじゃねえかって思ってるいただきます よく噛んで食べたやっぱ飲み込むのはさ詰まったりしちゃ怖いからよく噛んで食べたわ「フラすぐうんち」ってみんなもさもしかしてうんちって打った覚えない,いねよねそうでよ。打った覚えのないうんちがあるんであの痛いの下のコメ私打った覚えないのもう絶対それ悪ク,クされてんじゃん一緒に見てんのかな 私黒蜜がちょっと苦手だからしげもち焼き肉だけで食べるから気をつける。マジで気をつけて。あまあね黒蜜あったらさまださ粉パウダーじゃないじゃんパウダーじゃない。でも黒蜜なかったらもうパウダーじゃん。もうやばいから黙って食べた方がいいよ。何かと話しながら話しながら食べたり笑いながら食べたらもうやられるよ喉。<laughs> ずっと喉がイガイガしてる。 以外がするっていうか喉に喉の奥にきな粉が詰まってる詰まってるがへばりついてる感じがするずっとああ <coughs> うんこやったら佐藤二朗なんやけどなどういうこと佐藤二朗はなんかうんちって言ってたのパクリじゃん佐藤ヤピリのパクリじゃんそれえー、タコスメイタカ食べたくて今めっちゃ調べてるうまそう あてかあれは食べたい <laughs> えっとスタバのさスタバのなんだっけごはんあのー、指原指原だっけ誰かが食べてたやつフードえっ、ー、とチーズのやつサンドイッチサンドイッチかなあーこれだチキンチーズホットトルティーヤ これめっちゃうまそうだから食べたい。美味しいんでしょおうちで温めて食べるらしい。これが食べたい。そう、チーズのやつ、チーズのやつ。<laughs> これが今 <coughs>、めっちゃ食べたい。食べに行こうかな。りちゃん。りちゃん、それ。それはりりんじゃないってりりーわかるやろねえ、りりほら。 り佐藤二朗は気づかずにツイッターにうんちうんこってつぶやくらしい穂村さんのうんちバージョンじゃん <laughs> えー、ええ違うそれは絶対ネタでしょそれネタでしょ本当に本当のネタでしょ小村さんのはネタじゃないうんちでしょうんちじゃなかったクソかうんちじゃんええー、うんちじゃん 新作のメロン飲みたいけど、メロンの果肉って抜いてもらえるのかな。果肉抜きってできるんかな。え、大丈夫なの、メロンのアレルギーとかひどいって聞くけど。<laughs> できるのかな。果肉がなかったいいの。 商品情報 <laughs> 果肉ソースだよややめた方がいいんじゃないアレルギーの人はアレルゲン情報あーそういうのはないのか大丈夫ならいいけど気をつけてえ待って何このうんちちょっと やばいって埋め尽くされちゃうよ <laughs> って <laughs> リリーリリーの色だよこれ耳耳じゃないリリー見てこれリリーの色生の果肉食べなきゃ大丈夫なの加工されてれば軽くなんるあそれで大丈夫ならいいんだけど <laughs> やめろうんちピラミッド もうねそれがね下品な男の小学生とかが笑いながらコメント書くならわかるけど、ね、鼻の19歳女子高生がうんち書いてるからなこれ。ねえ。うん。うんフん。 そう松平さんはねまだね新人だから分かんないと思うけどねここのね人たち,、うん、ちが好きなのよ特にねこのマイピさんとモンブランさんっていう人のお家にはうんちがそこら辺に転がってるコロコロのやつこれほんとねこれ本当それぐらいうんちを集めてる人たちなの。 うんちに混じっなんかさこの国の方がさちょっとやばいうんちっぽくない <laughs> まださこっちのうんちはさ顔ついてて可愛いけど <laughs> リリーの色リリーの色だようんちはコンセプトカラーだからアライグマアライグマアライグマなのかタヌキなのかどっちだこれアライグマだよね確か。 挨拶はうんちす,、うん、ちす他んところで言ったことあるうんちすタコスさんとかで言ってきてようんちが始まったらみんなうんちが言い出すからなうんち言い出す私の布団にも転がってるどういうことおトイレおトイレでしなさいえ何うんち色の猫ってこと <laughs> えっそんなさそんな転がってるのみんなうんちそうささんかさジャックの時に割と、ね、うんちはトイレでしかしない派だからさ逆にいろんなとこにうんち転がってるがビビるんだけどさあたまに床に擦り付けて歩くけどウフ <laughs> <laughs> うん。かねこさん、チーズ、うんちたうんちすって言っちゃった普通なのに、普通のチーズなのに。かねってこんばんは。お仕事お疲れ様です。うん。んううんうん。うんうん。う <laughs> んうん。うんうん うん正直まだまだ食べれるけどやめとくかうん床にも布団にもチョコボールが転がってるのはやばいでしょ ポロ,ポロポロポロってこぼれるのかなそれ言ってたから主様のところで言うたね何言ってた何か言ってたおげひーって <laughs> お尻ケアはねご自身に言って <laughs> ね擦すりつけて歩くやっぱりお尻にジャックズリリ毛長いからねつきやすいかもゲージから飛んでくることもあるねそれは自分で飛ばしてるのこっちに向かってうんつ ゴリラじゃんゴリラも確かうんち投げるんだよねうんちす間違えたうんちスすって言いたくなかったのに言わされたこれが洗脳これが洗脳かうんちはないが昨日帰宅したら私の布団にゆずがゲボってくれてたわまだゲボはねよくあるから最近ジャクとリリゲボ新しん気がするわうんちからいっぱい出とるんかな マイあるあるうちのモカは自分のゲージから蹴っ飛ばすそれは何うんうんちをこっちに飛ばしてきてんのわざとそれともなんか不満を訴えてんのかななんかあれしろこれしろって訴えてんのかもしれない、ね、ちょっとこのきなこもったいないけどさすがにきなこはもう怖いからお持ちない状態の。 これは食べないで、ポイするね。ごちそうさまでした。フォミリー、フミリーマートじゃなかった。フホミリ,リーマートありがとうございました。欲しかったです。あー、<coughs> 満足した。なん、なんか、喉にまだ、ひが食ってあるけど <coughs>。なんで我のところでって笑ってたわ。おう、ダメよ。これは、 まあそれ言ってってふりしたあやぴが悪いけどこれはね他の人たちには受け入れられない性癖だからここのアヤハムのあやぴ以外のみんなだけがみんなだけの挨拶だからこれは何だろう秘密のクラブの挨拶みたいなもんちょもしはうちと友達にしようそううんちは友達うんちは友達怖くない マジお風呂行くからな。ジャックがお風呂入ったらリリもお風呂だから。飛び跳ねた拍子にポロッと、あ、そういう感じポロッと来るんだ。あ、さ、うさぎのケージってさ、ちょっとちっちゃいじゃん。あれでいいのかなって。その、広くなくて窮屈じゃないのかなってちょっと思う彼ら、彼ら、彼女らは。 でジャックとリリーはさ一部屋丸一部屋心じゃないんだけどこうやって広いお部屋に使ってるけどウサギさんはさ部屋ん部屋散歩部屋んぽって言うんだっけお部屋ん中散歩したりとかでさ話がいいじゃないんだねまたうんちの話違う違う違うみんながさ穂村さんだ穂村さんが一番最初に言い出したんだようんちってクソってねリリー リリの話をしてるんだよやっぴを筆頭にうんちっすやっぴを筆頭にするなこれマジで、ね、一番最初にマジで一番最初に言い出したのは伊藤くんだよ今なりを潜めてるけど伊藤くんが一番最初に言い出したからね知ってるよえそうだよね 気がついいいたらいつも一緒にいるでしょうち確かにこないだも落ちてたしなパッてドア開けたら「わうんち落ちてる!」ってなったわざとじゃないと思う偶然蹴っ飛ばすみたいななんかねコロコロなチョコボールをさいっぱいポト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 ってするじゃんあの子たちだから蹴飛ばしちゃうのかな やののはいつもうんちの話題でにぎやんか違うみんなが好きなんだよみんながうんちを好きでほらみんなそのコメントがさうんちだらけになるじゃん最初はそうでもなかったのでもある時からほらあこあ今日はきっとあきぴじゃないこれほら一番最初のうんちあきぴだよあきぴまいぴほむぴこれ分かったか このこの3姉妹この3姉妹が筆頭にうんち言い出したその時主様のうんちの話してた出っぱいでしゃがんでるのうんちスタイルってうんち汚いな <laughs> みんなもしかしてうんちが好きなのか就寝 時とか出かける時以外は話しがいって家庭もあるみたいえー、どんな感じのお部屋なんだろうあで調べてみよう伊藤君がそう伊藤くんが今日は伊藤君じゃないもんそう今日はアキエルだったアアアキキキエルアキピアキピだった一番最初ちょっとさかったからね証拠ある あちゃんがうんちの話をするとみんなリミッター解除されてチャットが茶色になる草どうしてなんだどうしてなんだよなんかね一言でも言ったら拾うんよそのうんちをみんな一言でもねで言ったら最後その名前を口に出してはいけない。 若葉は小さいゲージだけど中庭ありで、モカは犬用ゲージだからそこそこ広いような。ちなみにチンチラのゴマは2階建てキャットタワーで。すごい豪華じゃん2階建てとか。2階建ての豪華なお家じゃん。ええー、中庭ありって何中庭 そう言ってヤピも、X、エッチのツイールしてじゃあれはリリが悪いリリがうんち色してるからうんち色の猫だから悪いうんちは世界を救ううんちは誰も傷つけないでもヤピさんうんち好きやろなんやとヤピがうんち好きになるときは毎日うんちを出したときだけ 毎日うんちが出てたらきっとやっぴはうんちが好きになってたでも毎日出ないから好きじゃない今はああいいなみんなは毎日うんちが出て毎日うんちが出る人の性格し性格気持ちが知りたいようんちしないで腹パンパンやそううんち好きすぎて腹に溜めてるのかもしれない 我が家は60センチぐらいもう何かさそのセンチがさうン、ん、ちの長さかと思って一瞬びっくりしたじゃんやべえじゃんって60センチぐらい奥行き450センチぐらい高さちょっと待ってね横80このぐらいか奥行きが40うーんと うちの机よりちょっと小さいかもしれないそしたらで高さが5 0らい、三十センチこのぐらいかえー、こんな感じでいいのかウサギさんって飛び跳ねたりもできるサイズってこと高さがあるのは1日3回ぐらいウンチすることあるそういうリリカレじゃんリリカレもね1日3回ぐらいすることあるよえー、なんでもう出るのって 何今出てるのは何ご飯って聞く私他の配信あんまり行かないから分かんないけど配信でこんなにうんちの話出るのやっぴだけだよね違うよみんなが言うからねみんなが言うからっぴはもうしょうがなくコメントを読まざるを得なくなってるこうやってみんなしてうんちって書くからもう,うんちをさなんか違うワードに変えない何だろううーんうんちじゃないワード例えば う,ーんうんちをなんかあるかな泥団子みたいなそんな泥だんさあってみんな泥団子好きだよねってなんかうんちを泥団子ってワードに変えて話して私も毎日出ないから便秘に入るようなそう毎日出ないのはもう便秘よやっぱりもう3日ぐらい3日4日平気で出ないからやべえって薬飲む。 うんちの話で盛り上げる、盛り上がるの。あやちゃんのとこだけだよ。みんなここだと精神年齢が下がっちまう。19歳女子高生。5歳児に変わっちまう。猫配信じゃなくてうんち配信だね。うわ <laughs> い,いじめじゃんお前のとこは猫配信じゃなくてうんち配信だよね。うわ、くっせいじめじゃん モンンブランピそうじゃんヤピのチャンネル以外だとホラーのだからうんちな話全く出ない <laughs> ホラーでうんちな話してることの方がちょっとびっくりするわほらりりちゃん何してるのうんちはついてない今日は <laughs> 今日からここの挨拶はうんちっす だって言うとあやちゃんやで違う違うマジで伊藤くんだよそれそれはマジで伊藤くん本当本当伊藤くんだよソフトクリームかーなんかいろいろ連想されるなそれそれは何バニラアイスなのチョコアイスなのどっちかによるねよかったバニラアイスで出てないよ火曜からって先生に言ったらダイエット漢方ダイエット漢方薬出された。 カー水木金もう4日目じゃん逆にコーラックとかそういうの飲んだ方がいいんじゃないやっぱりあねスルーラックを飲んでるホラーでうんち出たらなんか怖くないよね確かに確かにそれを怖くないか怖いホラーの YouTube みんな見てるけど 怖いやっぱあんまりね見ないんだよね一回だけ一緒に見たのかなみんなとなんかしながらあんま怖くなかったそれはガッちゃんやツンツンじゃんうわあなんか可愛い,いハイカラなうんちがあるえ何そのうんちうんちじゃん普通のうんちじゃん 他の色あるのかしらえ、ないんだけどえ、そう課金あったわ、ピンクウンチあったわこれの方がまだなんかまだソフトクリームって言っても大丈夫って感じ 分かるピンクのいちごアイスいちごソフト昔からあるコーラックだっけあれは私合わないんだよなめっちゃお腹痛くなって部屋閉てきていく苦しいくなって死ぬかと思うなんかさ飲む量にもよると思うやっぱりはね三錠、3粒三錠飲まなきゃいけない便秘薬を1粒飲んで出してるでかいよ <laughs> いいじゃんかわいいじゃん こっちののうんちのが可愛いわハイ、はい、カラだしカラーギャングのうんちみたい私怖いのは苦手なんだなっなんかふとした時に思い出しちゃうんだよねああでもやめとくかじゃあ怖い話があったんだよ好楽の中をそれを大変な時のやつじゃん大変な時の顔ううって感じだ 炎のうんちになったの違う違う、これはね、かわいいギャルうんち。ギャルじゃん。ほんとだ。ギャルだよ、これギャル。ギャルうんちだよ。これ他の色もないのが欲しいな。ヤピのこのアイコン全部うんちに変えようかな。この、この、ジャックとリリーの、これとか、ここら辺とか、うんち。炎なのこ炎なのギャルのうんちかと思ってたよ。ただのピンクの。 みんなこのふわふわちゃんがさちゃんとふわふわっぽくなってんの知らないでしょこう拡大したらわかるんだけどさ拡大したらわかるんだけどちゃんとね周りにちょっとふわってついてんのこのふわふわちゃんえだがうんち超うんちじゃんマジソフトクリームなのかな実はえっでも拡大直なんながってたくそどうやって下げるんだ治ったわあ,あ 抜き探してくるちょっと落ちるねあっヤッピはねやヤピはそろそろねおしまいにしようと思うよせっかくうんちのお話で盛り上がってるところ申し訳ないんですけれどもそろそろねそろそろヤピのご飯の時間が始まるからね <laughs> そうまだご飯食べてないの聞いて今ねベーコンポテトパイと。 みたらし団子ときなこ餅食べといてなんだけどあとベーコンポテトパイとコロチキ食べたのが食べといてなんだけど夜ご飯をね夜ご飯食べてないのだからこれからリリカレッ夜ご飯タイムなのそうご飯を食べてなかったみんな知らんと思うけどやっぱりご飯を食べてなかった実はねねリリやっぱり何も食べてないよね そう今からなのすいませんねちょっとご飯行ってくるわ <laughs> やばいよねやばいのはわかるんだけどねまあご飯はねちゃんとあっそうそうですゃあだからさやっぱりはうんちの話なんてしたくなかったけどみんなが勝手にうんちの話するから。 ご飯の前にうんち配信ありがとうということで本日もありがとうございました。またお話ししましょう。来週ねやっぱり来週来週はその飲み会なのだから18とか17とか木曜日か水曜日に配信しようかなって逆に。 ちょっとどっちにするか考えるわ。<laughs> ってことで来週も木曜日か金曜日に一緒にお話ししましょう。ゲームに戻れば何のゲームをしてたんだ皆様、うわぁ、うんちが混じってるふわふわちゃんがうんちになってるそこふわふわちゃんの場所だったのに <laughs> はい、皆様本日もありがとうございました。また、また来週。 おやすみなさい。お疲れ様でした。うんち。